それはひどくかわった男のお話で、いつも楽しくラララララ、もう嘘ばかりして、いびつなる文字の羅列とある若い小説が脳内やつだと疎まれ、今日もこっと吹っ飛んでおいで、今未れの右手で手招いて、かわいいアリスさあさあ、僕の膝の上、黄金色の昼下がり、いい僕たちの隠れ家で、今日もいつもの素敵なお話を、私はアリス、私はミスト、ている先を追いかけ、不思議の国まで、小さな扉の小さな鍵を回す、ぐるぐる回るドドドリと煙を吹かしたいも虫とくしゃみが止まらない、捕食婦人とさ、獲物はこちらへ、不思議の国、不思議な人たちの国、あぜだか誰もウサギを追いかけない、身の不信僕な話、見上げる君がつつきをせかす、アリスの足跡つつっていく、ニヤニヤ笑うチェシャ猫が浮かんでる、そしてゆうすウサギにゃらしてるような、知らないような、次の日の6時にはあのイカれたお茶会で、ミルクを入れて美味しくいただくわ、響いてくる光線は赤くの赤、赤くののドラム、僕たちの先には我らが女王様、首をはね、今すぐに繰り返してくる息に、けれど変めくびは落ちてないわ、わ私はアリス、私が見つとめている先を追いかけ、不思議の国まで、首にかけられたラベル、私を食べ、居眠りばかりするグリーンと、見た目の時のスープなど、ハートのチャフのさ、リコの少年はどう、不思議な人たちの国、あぜだか誰もウサギを追いかけない、身の不信僕な話、見上げる君と視線を絡め、僕らの足跡つつっていく、ここから先がいつも見えない、最後のページがめくれない、かわいいアリス、こちらにおいで、教えておくれピリオドの続きを、お前はアリス、あ私はアリス、そこだ、すべてはアリスの見た夢だ、夢が覚めれば